今日は川崎の各地でねイベントが開かれているんですけれども、その忙しい中川崎フロンターレのマスコット来てくれました。皆さんご存知ですか？じゃあせーので言いましょう。このマスコットの名前はせーのありがとうございます。フロンターも駆けつけてくれました。一緒に中村健吾選手のトークショーを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そしてですね、健吾選手到着した時なんですが、皆さんで等々力競技場で選手を迎えているようにですね、健吾コールで迎えたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか？健吾コールやったことある方、ご存知の方どれくらいいらっしゃいますか？あ、半分ぐらいですかね。じゃあ健吾コールわからないという方はですね、フロンタ君も一緒に皆さんと一緒に温度を取りますので、健吾選手到着したら健吾コールご存知の方と一緒にですね合わせてコールを行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに昨日の試合等々力で見たよという方どれくらいいらっしゃいますか？合いますね、横前の方。テレビで見たいだよという方、ありがとうございます。ちなみに今日健吾選手ここに来るんですけれども、ブログなんかも十分チェックしてるよという方どれくらいいらっしゃいますか？でも半分くらいですね。ブログとかいろいろ見てる方が多い場合はですね、あまり一般的な質問は今日トークショーやめようかなと思ってたんですけれども、じゃあ半々ぐらいということなので、川崎フロンターレの話とか代表戦での話とか、あとはねプライベートに関わる話などいろいろ聞いていきたいと思いますので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。で今日はね、後ろにもたくさんの皆さんいらっしゃいますので、お子さん肩車はご遠慮いただくようにお願いいたします。お子さんの肩車は後ろの方が見えなくなってしまいますので、肩車はご遠慮ください。前で抱っこをしていただくようにお願いします。で上からね見てくださっている方、お子さん抱っこして手すりのところで上に上がると危険ですので、お子さんも下に降りてご覧いただくようにお願いいたします。選手到着しましたら大きな拍手と、そして健吾コールで迎えていただくようにお願いします。選手まもなく到着します。